2014年1月、スレタイだけで面白すぎるスレが立ちました。男一人でシマジロウコンサートに行った結果。というわけで今回は、キッズ系オタクの尊厳破壊エピソード3本です。まずはシマジロウのスレを見ていきましょう。周り親子だらけで犯罪しているような気分だった。通報した。わろた。小さい頃両親と言ったな、あの頃に戻りたい。つうかシマジロウコンサートってなんだよ。パイチがいっぱい見られるような。俺もキョロちゃんミュージカル一人で行ったことある。なぜ行こうと思った。シマジロウが可愛くて仕方がないから、なかなかの気持ち悪さです。よく言ったな。よく入場できたな。その気持ちわかるわ。前プリキュアの映画を昼に見に行ったら、子供と親たちかっこみんな友達で子供と親合わせて8人くらいと自分だけで上映中子供たちがはしゃいでて、映画終わった後に親たちに騒いじゃって、すみませんねって丁寧に謝られて気まずかった。テロリストに疑われなかったのか。まだプリキュア賞、特撮賞の方が全然ハードル低い。必ずキモータみたいなのが一定数いるから。シマジロウコンサートは完全アウェイ。シマジロウだけでなくプリキュアも特撮ショーも完全アウェイということに気がついてないようです。ハッピージャムジャム最高踊ろうよわらわら。いつもの笑顔でわらわら。そんなコンサートがあるってことに驚きだわ。どんだけシマシマトラ好きなんだよわらわら。もしかして一気はシマジロウを性的な対象で見ちゃう感じか。シマジロウクリスマスコンサートも行ったが人すごかったぞ。ハルミお姉さんが綺麗。俺はニャッキーの方が好き声優も変わらないから違和感がない。ラムリン消えてうんぬん抜かしてるやつはにわか。などと好きあらばシマジロウ語りをします。ちなみにラムリンが消えたうんぬんは、有名なシマジロウガチ勢のブチギレツイートです。そんなガチ勢に物申すあたり、シマジロウガチ勢界隈も一枚岩ではないようです。待って何回言ってるんだお前。相当言ってる、同じ公園だけど旅行感覚で各地域飛び回ってる。シマジロウの何がいいんだ？可愛いか？あれ。シマジロウのコンサートってなんだよとか思ってたら予測変換で出てきてビビった。スレ内には辛辣な声が多く上がっています。そういった場所に一人で行きたい場合はスーツ着てメモ取ってるように見せれば案外いけるもん。作詞っぽく振る舞っていますが完全にネタとしか思えません。友達の輪を、神曲だよな。あとお前らに告知だけど、映画第2弾となる劇場版島次郎の輪を、島次郎とクジラの歌が3月から全国ロードショーだからぜひ足を運んでな。それに伴って2月11日火曜日にテレビ東京系列で劇場版島次郎の輪を、島次郎と夫婦の大冒険がオンエアされっからチェックな。日本中でお前が一番島次郎見てるだろ絶対。キモ、なんだ、福武書店の回し物か。あまりの熱中具合についに書店の回し物扱いをされてしまいます。さらに先ほどのスーツ着用メモという提案に対して、なんでそんな堅苦しい格好して鑑賞しなきゃならないんだ一生懸命楽しませようと頑張ってるしマジロウたちにも迷惑だろ帰れ。気持ち悪さ全開のレスをします。その後も止まる様子はなく、あいつらはキャラ変えてあらゆる場所で出てくるよな。トンボだったりザリガニだったりハチだったり、今度の映画だと何に扮して出てくるのか見もの。俺のしマジロウ愛はおそらく日本ナンバーワンだろうな間違いなく。両脇に座られると嫌だからいつも3席分くらい買い占めてるし最近は前と後ろも買い占めてやろうかと思ってる。また、自らを師匠とした薄れ民に対しては、一人の優雅な時間を邪魔するないい加減にしろよ。人手なしとも思えるほどの辛辣なレスで返します。これには、めっちゃキレてるやん。わろた。周囲はドン引きの様子です。逆に複数人で映画を見る感覚が理解できないんだが俺は、うるせえし気遣って集中できないし。必死に持論を展開しますが、なんか怒っててわろた。結局笑われてしまいます。しかし一方で、しまじろうガチ勢とか貴重だよな尊敬する。お前すげえよ。尊敬の声もちらほらと上がり始めます。日曜祝日はすごいな。クリスマスコンサートは満席。たまにある平日とかは若干空席がある。なぜか都心より地方の方が入ってる印象。やはりガチ勢たるゆえんか専門家顔負けの分析も披露します。これには、ここまでするやつこそオタクを自称してほしいと思う。素直に気持ち悪いけどな。と一見褒めてそうで褒めていないスレミンなのです。シマジロウ愛に溢れてるだけ普段は黒ギャル動画見て抜いてるよ。てっきりラムリンで抜いていそうですが、意外と紳士なようです。そんなの面白いの？シマジロウのどの辺がいいの？キャラとしての可愛さ考えても微妙じゃないか？このような疑問の声には、はぁ、普通に可愛いだろ着ぐるみと教材とアニメの声が微妙に違うんだが、着ぐるみの時の高屋の声が一番可愛いよな。最近一番キュンときたのが25周年動画でタキシード着て滑り台から滑り降りてくるシーンとあの無邪気な声。あれ見てたら世の中からくだらない争い事なんてなくなればいいのにと切実に思った。悟っているかのようなレスをしますが、常人には理解できないレベルです。この先は質問タイムに移行し始めます。意外にも一致は丁寧に質問に答えていきます。黒猫三兄弟と命名博士のリストラについてどう思う？確かにあいつら消えて面白さは減ったよな今はあらゆるキャラに扮して地位を確立してるからあれはあれでいいとは思う。何気にキャストが豪華だねマツケンも出てる。豪華キャストとは言えないが電波組とコラボした隣のドーナツもいい。ベイズリー、ドット、あとなんだっけわらわら。唐草だな。ラムリンとトリッピーいた？チキンはレギュラーでいるがジンギスカンはもういない。25周年動画ではちゃんといるな。チャレンジ何年生？ごめん面白いこと言えない。
お前ら今日は俺の島次郎愛に付き合ってくれてありがとな。3月の映画見たらまた感想書きに来るわ。最後にそういうやつにアドバイスだけど、周りを一切気にせず、純粋に作品を楽しめ。誰もお前を見てないし、お前を見に来たんじゃないじゃ。ありがたい言葉を残してイケメンにスレを去る一致。こうして大きなお友達スレは幕を閉じます。続いて2本目は2018年11月。映画プリキュア見に行ってたら昔の同級生とばったり遭遇。向こうは、5歳の娘と一緒だった。哀愁を漂わせる大きなお友達であるイッチに対して。これは辛い。なんでその辺のジュニアアイドルの写真首に下げせんの。幼い女児の家を抱えながら鑑賞。どこでこうなったかっこなき。早速おちょくるスレミンたちなのです。DVD 発売かレンタル解禁までなぜ待てないのか。映画館の大スクリーンで見たかったから。でも今回くっそおもろかったからええやん。ここで大きなお友達仲間が登場します。これには思わず、見に行ったのか？2回行ったぜ。一人でか？お前に娘はいるのか？やつぎばやに質問を繰り出します。どうやらこのスレミンも一人で見に行っているようです。この間にも、誘拐で通報してやるんだ。面白かったんごねえ。娘も楽しそうやったで。ワイの息子も元気になったわ。おっさんが一人って犯罪級ですね。さすがに大の大人が一人でプリキュアの映画見に行くとかないでしょ。姉の娘と一緒に行ったんごあら。などと冷やかしですが後を絶ちません。しかし、そんな声の相手をすることなく一人で2回見に行ったというスレミンに対して、お前まで娘と行ったというならとんだ裏切りやろうかと思ったが、どうしか、喜びをあらわにしますが、お前と一緒にすんな、ちょい。なんでだ、心の友だろ。まさかの突き放しに勝手に心の友認定をするのです。さらに、そんなんだから子供いないんだよお前は。ぶっ飛ばすぞ。いきなり喧嘩腰です。これはキモい。子を持つ親としては、イッチみたいのが一番迷惑な存在。非難する声が上がりますが、子供などいないくせに。どうやらイッチは周囲の人間も自分と同じ独身だと思い込んでいるようです。また、ポケモン欲しさに平日朝一で一人で見に行ったらほぼ貸し切り状態で草。後に映画見なくても映画館周辺で通信すれば受信できると知ったときは。だから大きなスクリーンで見たいだろ。大スクリーンへの異常な執着を見せます。しかしここで、ワイも仮面ライダー一人で行くで。お前も仲間か。仲間が現れたことで落ち着きを取り戻します。ですが、流れはそう簡単には変わりません。息子は今、うんこ中やとごまかせばええやろ。ボロカスで草、頑張れ。ワイはじいちゃんと見に行ったで。やはり小馬鹿にされてしまいます。イッチ何歳やねん。3歳。妖怪やん。キモサバイゾーやんけ。そんな薄っぺらい見えで年齢不鮮なだせ。だから彼女もおらんねやボケ。不審者案件。黙れかっこいかり。映画でないにしてもなんだかんだお前らだって見てるくせに。30歳ってことだよ。気づけやクソがかっこいかり。まあ友達とか家族なら行くけど、一人はない。小心者か。よほど心に刺さったのか怒りをあらわにします。たとえワイラが毎週欠かさずプリキュアを視聴してたとしても、イッチがキモいという事実は消えないんやで。一人でプリキュアの映画見に行ってるおっさんは死刑にしたとしても国益は一切なくならんやろ。本気で一人で見てる奴はそもそもこんなくだらんことですれ立ててやつ当たりしねえよハゲ。30歳だろうが39歳だろうが大の大人が一人で女児向けアニメの映画を一人で見に行くっていうのはキモいで。ボロカスに攻め立てられます。プリキュアは女児向けだけではない。反論に出るイッチですが。言い訳するな闇苦しい。キモいことを自覚していけ。一気頑張れ。だったら堂々としとけや。うじうじしてるからキモいんやで小心者。ちょええー、かっこいかり。気持ちの悪いレスを返すのが精一杯のようです。そうかもしれんな。でも実際映画館はどうやった？イッチみたいなキモいおっさんはごく少数で子供連れの家族が多かったやろ。3分の1くらいは一人で来てる男や仲間に3人で来てる男あとは家族とかだった。だが孫がいるわけでもないのに2人で見に来てる老夫婦や20代ぐらいの女とかもいたぞ。誰が見ても構わない誰が女児向けと決めたかっこいかり。理屈をどれだけ並べてもキモいという事実はありありと存在し続けるんやで。やはり論破されてしまいますが、キモいのはお前だかっこいかり。必死の抵抗を見せます。素直になれやお前らも見に行きたくても周りの視線に耐えられないとか小心者なだけだろ。別に虹だけじゃないぞ毎週まじまじも録画して見てるぞ。全く引く気配がありません。が、ここで、子役会社は一緒に映画見に行く子役を貸し出すビジネス始めればいいのに。とナイスアイディアが浮かびますが、なんでわざわざ子供連れて行かなきゃいけないんだ。どうやらイッチは一人で見ることにもこだわりを持っているようです。こないだワイも5歳の娘連れてプリキュアの映画見について行ったら、お前みたいな奴がおってさ、一人で待ってるし挙動不審やしキモいし変に目立つねん。そしたら娘が、ねえパパ、プリキュアって女の子の見るものでしょ？なんでだろうね？って聞いてきて答えられんかったわ。ほんまに迷惑やから平和な一般家庭の目の届く範囲に入ってこんといてくれ。なかなかリアルな苦情が入りますが、妄想は大概にしろお前に娘などいない。一向に現実と向き合おうとしません。その後も不毛なレスが続きます。じゃあ子供の来ない霊と小池よ。別に昼間行ってもいいだろうが。結構時間に余裕持って行ってしかもイオンシネマのでかいところで、全席指定やのになんでお前らって入場口に並んでんの？
入場開始の20分くらい前に行ったらキモい奴らがめっちゃ並んでて子供連れが周りで弾いてる状態になってたわ。せめて配信まで待つということはできんのか。病状見に来たのかなって思われたんと違うかな。女児向けアニメを見に来るおっさんなんかどうせロリコンなんやろみたいな。君子理科に冠を正さずっていうで。ロリコンとは違う、全然別物だろ。かっこいかり。初めて見に行くときはさすがに抵抗あったけど、通算3回目になると普通に楽しめたわ。さすがにライト振ってプチキュア頑張れはできんけど。そこまでやって真のファンだろう。まあ心の中で叫び徐々になれろ。うちの娘すら恥ずかしがっとるのに隣で親父が聞きとしてやったらドン引きやろ。平日の昼間にパチンコ行ってる奴らとプリキュア見に行ってるおっさんが全員死んだら日本もちょっとは良くなりそう。プリキュアとか見る人って娘ができたらそういう目で見たりするの？娘なんかできないやろ。プリキュア応援してるブサイクな男に女が魅力を感じると思うか？この後は勝てないことを悟ったか、一致はスマプリが好きというどうでも良いレスを残します。ラストは、別の大きなお友達が立てたプリキュアスレをご紹介します。2019年12月、プリキュアの映画見に来たら観客俺一人だった、という切ないタイトルとなっています。ちゃんと始まったら携帯の電源切ったよ。泣きすぎてしんどい。応援上映できんじゃん。ちゃんと応援したか？わろたかしきりでよかったな。今回のスレミンは温かい様子です。ライトもらえなかっただろ？ってことはついにライトの応援がないのに逆転して勝つって現象が起こったのか？叫び放題踊り放題じゃん。ララちゃんやヒカルちゃん一人占めとか羨ましい。ライトはもらえなかった。でも今回の映画はライト別にいらなかった説ある。プリキュアライトそっちのけで踊りまくってたし。穏やかにスレは進行しますが、気持ち悪さは拭えません。わろた、ライトくださいって言ったらもらえるのに。観客をイマジネーションしろ。絶対 DD 買うわ。どうやらかなり熱心なファンのようです。正直後ろの映画映す機械を動かしてる人に観察されてる感あってあまりリラックスできない。もう予約受付中だぞ。 BD 特装版がおすすめだ。何歳なの？32だけど。それがどうした？泣きすぎて普通に頭痛い。ストーリー普通にめちゃくちゃ良かった。貸し切りじゃん。絶対に幼女は来れないし、ドリと時間帯ガラガラの映画館。プリキュア泣き顔の32歳。それを冷めた眼差しで眺める映写技師。なんだ若手か。ここで32歳でもなかなかのヤバさですが、まさかのベテラン2期が登場します。この後もプリキュア談義は続きます。秋映画クソつまらんかった。一回しか見に行かなかったのは白茶以降初めてだ。珍しいな。金金功労なのに白茶とか秋映画が本編って言われてるくらいの映画当たり年じゃん。売り上げ6億ちょいで秋映画16作品中12。白茶から今年春までの伸び方考えると見事な逆V字だよ。おもちゃ類も昨年比4割減。先端にも程がある。あ、モンモーだったわ。白茶から見始めてって意味ね。てか今回のは個人的にはプリキュア映画最高傑作なんだが。白茶もスタプリも本編ゴミなのに映画だけ真面目路線っていう謎仕様だよな。本編とのノリが違うから映画が良くても違和感。俺も毎年見てて今年のが一番好き。 BD 予約した。今から楽しみすぎる。その後はプリキュアおじさんたちの地獄のような議論が巻き起こります。スタプリは名作ですらないダサく。プリキュアおじさんって自分に合わなかったシリーズはとことん叩くよね。シリーズごとで作品の方向性かなり変わるから、ファン層もそれぞれなのに。お前もプリキュアおじさんやぞ。ああいうのはただの萌え豚。プリキュアが教えてくれたことをきちんと理解していればそんな発言は出ない。ユーマの成長についての伏線からの最後の姿がほんと泣ける。逆につまらないを濁したり黙ってるのこそ萌えオタだろ。自分に都合が悪いから発言しない。信者だよプリキュア信者。ファンなら良いも悪いもぶちまけて語り合ってこそだろ。作画悪いストーリーつまんねえ、こういうのすら許されないコミュニティなんてつまらん。ただただ叩いて気取りたいわけじゃねえし、称賛してるのってみんなしてるから目立たないが、悪く言ってんのは目立つんだよな。悪く言うっつうか批判的な感想。未来ちゃん、いや未来さん、大きくなったねえ、かっこゲス顔。プリキュアで泣いちゃうおじさんはキモい。精神が未熟なまま。は、あ、いやまあキモいけどさ、といった感じでスレは締めくくられました。皆さんは今でも子供向けアニメを見ていますか？